はじめましての方もご常連の皆様、IT ジャーナリストの宮脇敦です。よろしくお願いします。昨年末の文春法から始まりました松本人志さんをめぐる騒動なんですが、この6月24日になりまして、週刊女性プライムが衝撃的な見出しの記事を配信しておりました。独占、松本人志さんが週刊文春を訴えた5.5億円裁判で性被害の認識はない発言撤回か、 告発女性たちの中で起きた中田がいい。詳しくは記事にあたっていただくとしまして、文春法における告発者と紹介された女性の一人が、自分は告発するつもりはなかったと、周囲に必死に説明しているというんです。同じく告発した女性とは友人関係で、これがいわゆる A 子さん、B 子さんかと思われます。そしてその A 子さんだか B 子さんだかわからないどちらかの方が、 強引に話を進めたと、週刊女性プライムにはあります。仮に、不適切な関係があったとして、それが松本人志さんと女性との間で合意しているものであるならば、本件に対して、激怒ぷんぷんまろってなれるのは、松本人志さんのご家族だけということになります。松本人志さんが週刊文春に対して、5億5000万円を求める損害賠償の裁判を起こしている、その争点は、 昨年末の週刊文春の文春法なるものがデタラメだったという主張です。そして本件においては、元週刊文春編集長であり、現在文芸春秋社の総局長であります、新谷学さんが客観的物証はないと、大人気 YouTube チャンネルリハックの番組の中で自白しております。何でも警察の幹部クラスに、 うちで今書いてるこの記事、事件化できるかと質問したところ、100%、100%無理と断られたそうです。その上での、リハックという番組の中での新谷学さんの発言を、デイリーさんのこたつ記事より紹介します。事件にはなかなかしづらいけれど、我々からしてみると、警察に事件にすることができないならば、彼女は泣き寝入りしなければいけないのかといえば、そんなことはないよな、と思っていて、 しかし、泣き寝入りどころか、え遠と、泣いていなかったと、週刊女性プライムは伝えているわけです。まさに、週刊文春よ、震えて眠れ、震えて眠れといったところじゃないでしょうか。実際の裁判はどうかというと、止まっちゃってると伝えたのが、6月12日のネット媒体、エンカウントでした。元テレビ朝日本部長の西脇京介さんが、この松本人志さんをめぐる裁判について、 東京地裁にトコトコトコと言って裁判記録を閲覧したそうです。そして両者の主張するところを確認したところ、裁判入り口で止まっているということのようです。入り口とは松本人志さん側が A 子さん B 子さん誰なのか文春さん教えてねというところでこれに対して文春が嫌だよと言ってる。これが入り口だと言うんです。 松本人志さん側が主張するところは、A 子さん、B 子さんが誰なのかについては、暴露系配信者、まあ YouTuber ですかね。こちらの方が特定している。しかも、その情報が週刊文春の記者によって提供されたものだった。あくまで、暴露系配信者の配信したところによるとということなんですが、これを松本人志さん側は裁判所に証拠として提出しているというんです。 よって、すでに公開情報ならば、守秘義務違反も、プライバシーも減ったくれもないから、裁判の当事者である相手に、まつまり松本人志さん側に教えろという主張です。これニュースやワイドショーだけを見ていると、告発した女性の名前を教えろという松本人志さん側がおかしいんじゃないか、こんな印象を持った方少なくないと思われます。ただ実際には、週刊文春の記者が、 暴露系配信者の方に情報提供をしていた。ならばその情報提供の目的は何なんですかという疑問が浮かび上がってくるんです。すると、文春側は自分たちに有利になるかの情報を拡散しようとしていた。情報操作、印象操作をしていたと読み解くことができるんです。そしてこの文春の情報操作、印象操作のシリウマに乗っかっているのが、読売テレビミヤネ屋に代表される ニュースやワイドショーだということになるんです。元テレビ野菜法務部長の西脇京介弁護士は、松本人志さん側が、暴露系配信者の配信内容まで証拠として提出した理由を狙いを、文春と女性側、告発したとされる女性側の足並みの乱れを狙ったものではないか。このような推測をエンカウントさんに披露していました。 再び、ここで週刊女性プライムの見出しを紹介します。独占松本人志さんが週刊文春を訴えた5.5億円裁判で性被害の認識はない発言撤回か、告発女性たちの中で起きた中違がい、中たがい。二つの記事をあくまで直結した時に、松本人志さん側の法廷戦術がピタリ、ピタリと当てはまったということになります。 週刊女性プライムが独自と打ったスクープが事実であるならば、文春法なるものがそもそもデタラメだったという可能性が高まります。もちろん、いわゆる A 子さん、B 子さんと二人いますので、そのどちらかのもう一人の方が被害を訴えるかもしれません。しかし、本裁判5.5億円の裁判というのは、記事がデタラメだったということを主張しているわけです。 そしてもう一人が被害を主張し続けたとしても、刑事事件にするのは100%無理だと警察の幹部が言うほど客観的な事実がないと。証拠がないと。これ私が言ってんじゃないですよ。文芸春秋社の総局長の新谷学さんが自白、あ、間違えた。自白している話なんです。刑事事件にできないものを、そして今、 告発者が、いや、被害なんかあってませんよということを、週刊文春は書き散らかして、松本人志さんに損害を与えたんです。すると今度の争点は、賠償額、おいくら万円ですかという話になっていきます。本件で一躍共有された言葉が、書き読。書き読です。これまでの名誉毀損や事実無根に対して賠償請求をしたときに、 これ、勝ったとして認められるのは1件あたり200万円から300万円とされてきました。これ、訴えられた時の週刊文春、ついでに週刊新潮なんかにしても、事実の有無だけではなく、事実と思い込んでしまっても仕方がないよねという真実相当性ということを盾にして反論し続けてきました。ただこれ、判決が出るまでに本が売れて、雑誌が触れて、今ならば、 有料会員、オンライン版の有料会員が増えたら、うっしし、うしし、ガッポガッポと、丸儲けです。これが書き読です。この書き読の視点に立った時に、文春の方には重要な背景情報が浮かび上がってきます。昨年末に、松本人志さんを貶めるかの文春法を発売し、年が明けた1月5日、文春は完売御礼と、まるで勝利宣言をするかのような、 プレススリリースを出ししておりました。私がこのプレスリリースで注目したのは、この時、有料の電子会員が2万3000人を突破したというところです。週刊文春の電子版の有料会員というのは、昨年の夏に1万人を超えていて、そこから半年での2万人突破というのはまさに快進撃です。しかし、その後、こちらを掲載しております PR タイムスの方に、 週刊文春オンライン電子版の有料会員が3万人突破、4万人突破という記事見つけられずにおります。それどころか6月25日のツイッターのトレンドに木原事件ってあったんであれなんか新しい情報でもあったんですかととことことこと見に行ってみますと昨年夏の元警視庁警部補のわしの刑事の観覧やけどなっていう佐藤誠さんのお気持ちの表明というか見立て 見立てのみでした。これ、ネットビジネス的に言いますと、古い情報でもさも新しいものであるかのように、拡散とやって閲覧数を増やそうという、こうした目論みがあると見ることができるんです。私は昨年末の文春法とやらでの松本人志さんの記事の時点で、これ飛ばしだよねって見ていました。根拠とかとりあえず怪しいけど、煽っとけば売れるんじゃないって感じです。年末年始は情報量が減るんです。 そのタイミングで、いささか盛りまくった記事を配信することで、紙版も売れて、そして、有料のオンライン会員、電子会員も増えてくれたら、丸儲けという狙いです。これ、ネットのサブスクサービスの場合、毎年、いや、毎月、いや、毎秒単位で、解約されないような仕掛けを打っていかなければならないんです。そして、ネットビジネスでは、会員数の増加減少というのが、 見える化されております。運営側からすると、リアルタイムで会員が増えたり減ったりが見えて、会員が増えていれば天国、減っていれば地獄。そんな感じです。さらにもう一つ重要な背景情報をお示ししておきます。旧ジャニーズ事務所へのバッシング報道です。BBC の報道によりまして、ぽっと火がつきました旧ジャニーズ事務所の創業者をめぐるスキャンダル。 旧ジャニーズ事務所の創業者と週刊文春は裁判をしていて、その時のことを週刊文春側は勝利したと誇っておりますが、これ歴史修正です。創業者の不適切にも程があるかの振る舞いを裁判所が認めたことによって、創業者側が求めていた賠償額が減らされました。この賠償額が減らされたことをもっての勝利宣言なんですが、裁判そのものは週刊文春が負けているんです。 ところがこの歴史改ざん的な歴史修正を錦の御旗のように掲げて旧ジャニーズ事務所をバッシングし続けたフルボッコにし続けた週刊文春にニュースやワイドショーがその尻馬に乗っかりました人気者を引きずり下ろすのは庶民の娯楽でもありますがワイドショーのジュルっとよだれが出るほどの大好物ですしかし文春はやりすぎましたそもそもの 文春法が見出しにとったものを覚えてるでしょうか松本人志と,と恐怖の一夜、俺の子供埋めやこれですよ。不適切にも程があるちょめちょめな関係になろうかなと思っていたとしても、俺の子供埋めやなんていうのは漫画やでって話です。よってこの見出しを見た時に、あ、文春笑わせたいんですかちょっと滑ってますよ。というのが私の受け止めでした。しかし、成功体験が人も組織も、 震わせることはよく知られておりますそしてこの1年余り、週刊文春にはある種の成功体験が続いたんです。鍵括弧付きの木原事件に旧ジャニーズ事務所へのバッシング。社用とされる出版業界に差し込んだ一筋の巧妙がオンライン、電子版、この有料会員を週刊文春は増やすことに成功しました。ただ振り返って冷静に見ると、いずれもの話題が 違法性のないものか、あるいはその時点では裁く法律がなかった話ばかりなんです。そして松本人志さんの件に至っては、文芸春秋社の総局長の新谷学さんが、刑事事件にするのは100%無理だと自白しております。この1年余りの週刊文春というのは、違法性がないもの、違法性のないものを書き続けた。 書き読の成功体験があまりあった1年間だったんです。いずれも真実相当性バーリアで逃げ切れると思っていたんじゃないかなという不が確認されたんですが、A 子さんだか B 子さんだかのどちらかが被害を受けていないと周囲に積極的に触れ回っていると6月24日の週刊女性プライムが伝えました。 松本人志さんの裁判が始まる前に、ざっくりと言うと、松本人志さんは無罪だ、とするツイートをしまして、その件における当事者の元お笑い芸人のタムケンさんにお礼を言われていた、セクシー女優の下月るなさん、週刊女性プライムの記事を引用して、こんなツイートをしておりました。どういうことその告発で人の人生奪ってるんやで。最低だよ。<laughs> うんうんうん。白がこう言ってます。ミヤネ屋。 週刊文春は訴えられております。お知らせによる何がしかの判断が下されると思われます。一方、読売テレビミヤネ屋に代表されます地上波テレビのニュースやワイドショーは、松本人志さんを、こいつとんでもなく悪い男でんねんとばかりに極悪非道の性格会社。あ、漢字間違えた。成果会社。言うなれば、犯人のように連日に報じ続けました。 松本人志さんは休業を宣言し、端的に言うと仕事を奪われました。うんうんうん。白がこう言ってます。ネットがありまーす。松本人志さんはネット配信の Amazon プライムビデオの企画の販売などで、年間10億円ぐらいお休みしていても、10億円ぐらいの収入があると伝えられております。一方、ニュースやワイドショーがギャスかギャスか大騒ぎしたことによりまして、テレビ界隈から、地上波テレビ界隈から、 松ひとしさんという才能が消「消えた消えたざまあということですいずれにせよ判決が待たれるところですその果てに週刊誌記事が口から出まかせレベルであるならば巨額の賠償金が判決として出されることを期待していますなぜならばそれによって書き読という発想が消「消えた消えたやった」となることで「報道被害者」 報道による被害者が完全に消えてなくなることは無理としても減ること減ることを期待している今日この頃でございます SNS 時代に我々の魅力は無力じゃないんですというわけでみんなで頑張っていきまーす最後までご視聴いただきありがとうございます今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいですそれでは番組最後の運試しみやちゃんじゃんけんじゃんけんと<っ>私がパーノーでチョキを出したあなた最後は おめでとうございます。私と同じパワーを出したあなた、着替えまわた。ホテルの仕事とせた、シせそしてグを出したあなた、ダーッパまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。 Bye. -bye.